花山塚古墳、または花山西塚古墳は奈良県桜井大原にある古墳。形状は円墳と推定される。国の史跡に指定されている。得意な尖閣式の横口式接角を有する古墳として知られる。本項目では南東に所在する花山、東塚古墳についても解説する。奈良盆地南東園、女宿力峠付近の尾根斜面に築造された。 古墳である。墳球は斜面を馬蹄型に掘り込んで成形した上に構築されている。墳形は作兵のため明らかでないが円形と推定される。主体部の埋葬施設は尖閣式の横口式切閣で南方に開口する。壁はレンガ状に加工した石英素面岩を積み漆喰で固めることで構築される。形態的には 原質の前後に沿道、奥室を伏すという大阪府の石管形予告式せっかくに類似する特徴を示す。石室規模は次の通り。原質側壁は約1.2メートルまでは垂直、それ以上は持ち送る。天井石は加工岩で2枚を依存する。沿道は両袖式の形態で、天井石を全視しているため高さは明らかでない。 奥室にはそこに遺体石が敷かれ、開口部には片開きの石扉が付された。現在は奥室前の床面に扉石があるが、付近の小学校で靴脱石として使われていたものの、本古墳のものと分かり戻されたという。現室、奥室の壁面には全面に漆喰が塗られたと見られる。副葬品は明らかでない。この花山西塚古墳は、 古墳時代終末期の7世紀後半頃の築造と推定される。尖閣式の古墳は、宇田地方に類例が知られるが、朝鮮半島の下ら、高栗の母性との類似が認められるため、トライ系豪族の墳墓と推測される。また花山東塚古墳とは、立地、石質技法の共通性から総派化とする説が挙げられている。古墳域は1927年に、 国の史跡に指定されている。花山東塚古墳は花山西塚古墳の南東にある古墳。形状は円墳。墳球は斜面を馬帝型に掘り込んで成形した上に構築されている。墳形は円形で直径約17メートル、高さ3.5メートルを測る。主体部の埋葬施設は尖閣式の横穴式石室で、 南方に開口するが、花山西塚古墳とは異なり屋室はない。壁は、レンガ状に加工した石英素面岩を積み漆喰で固めることで構築される。原質は原存で、長さ3.15メートル、幅1.72メートル、高さ1.9メートルを測り、沿道は破壊のため欠失している。築造時期は、古墳時代終末期の7世紀後半頃と推定される。 花山東塚古墳に関するカテゴリー、ありがとうございます。